俳優の三浦翔平さんです。拍手でお迎えください。いようこそお,お越しくださいました。本日はよろしくお願いいたします。皆様こんにちは三浦翔平です。えー、この度ですねグラフィットさんのブランドアンバサダーに就任させていただきました。えー、短い時間ではございますけれども、えー、グラフィットの良さを伝えていければいいなと思いますのでどうぞよろしくお願いします。 よろしくお願いいたします三浦さんどなたかにこのグラフィット二刀流バイクプレゼントするとしたらどんな方にプレゼントされたいですかそうですねあのサーフィン仲間とかと一緒にあの波チェックとかでツーリングもできますしあとは普通に妻と一緒に走りたいですね素敵ですね、うん、二刀流バイクということでここで伺いたいと思います三浦さんは 俳優としてご活躍ですけれども俳優以外にもチャレンジされたいことって何か終わりになるでしょうか今日は実はですねフリップに事前に書き込んでいただいているようですので発表をしていただきたいと思いますそれではフリップをお見せいただき発表をお願いいたしますじゃじゃんプロデュースでございます プロデュース、はい、やっぱり、あのー、こう言ってね、えー、社長と、えー、グラフィットさんと縁を結ばせていただいたのでこれからカスタムパーツとかね、えー、アウトドア用の、えー、タイヤの太いやつとかねそういう商品をどんどんプロデュースして、えー、一緒に会社を立,て立ち上げ。 ゆくゆくは上場、そして最後に会社は学校じゃねえんだよと言いたいと思います。<laughs> いただきました、リアル、ありがとうございます。嘘ですよ。ね、嘘ですよ。<laughs> 全然僕はね、あの二刀流ということなんですけれどもね、あの。二刀流じゃ収まらないと。ということで。フリップ二枚ありますね。あ。あ主婦です。主夫と各方の主婦、はい。やっぱりもう、あの。普通の俳優やりながら、主婦っていうのは当たり前だと思うので。えー、今度はね。 えー、主婦としておむつや、えー、鼻を吸う機械などなどどんどんプロデュースをして <laughs> あやっぱプロデュースですねやっぱりね 2>, <laughs> 2枚ですね、はい、ということで三刀流になりますねこれはね三刀流になりますね <laughs>、はい、なんかつながってますね、はい、なんかすべてがでも、まあ、いろいろねな,なんかこう作っていけたらいいなと思ってますので。 はい、いやこれからいろんなあのさらにお顔の、ね、三浦さんを拝見するの本当に楽しみにしております二刀流三刀流四刀流五刀流まで続くかもしれませんありがとうございます。はい、移動を楽しめグラフィット